小野田た盛は、戦国時代の武将。通称は、彦右衛門、小次郎、彦根半河郎、小野田一郎家の祖。養子に、小野田た美み。自中ゆ所長によれば、小野田氏は代々今川家に仕えていたとされる。今川氏真の代には、飯尾オ流の配下につけられた。演習乱に伴う東都海国彦魔城内乱の際には武功を挙げ、 徳川家康が、菊間城に入城した際にはその配下に加わった。当座は、菊間城に差し置かれたが、後に、岡崎で仕えたとされる。天正12年の小牧、長久手の戦いに際しては、徳川家康の命令によって、良い,い直政の配下につけられたという。以降は、良い,い直政の配下として、小牧、長久手の戦い、小田原征伐。 クノヘマサの乱などに従軍した。イーナオが上野国民の和上上主となった文禄時代には足軽大将に任じられた。関ヶ原の戦いにも従軍し、700国の治療を与えられていたという。実施はいなかったため、救援のあった石ヶ谷一右衛門の次男を養子にしたという。彦根城町博物館が活字化した自中由遺所長では、 石ヶ谷一右衛門の次男を養子にしたとあるが、関西重州諸家府では石ヶ谷正明の娘が小野田小一郎に嫁いだとあり、聖清の息子である石ヶ谷正信の次男のため一が小野田氏を称したとある。ありがとうございます。